2022年8月末に来年度である2023年度の防衛費の概算要求額が防衛省によって決定されたよね。総額は従来の費用として最大の5兆5947億円となることが明かされたんだっけ？ああ、現岸田政権が提唱している防衛力の強化を裏付ける額となったな。そうだね。さて今回は、航空母艦化に向けて2023年度の防衛費でも着実な予算化が行われていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。こうして史上最高額にまで積み上げられた防衛費だけど、さらにこれら概算要求額とは別枠で使途の項目のみを示す事項要求と呼ばれる範疇のものも、金額換算では1兆円ほどの規模に相当する模様で実質の金額はもっと多いと言えるよ。今回の2023年度の防衛費の使途として大きく取り上げられているものには、尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対する中国の軍事的な圧力脅威にいかに対処するのか、という点に着目した装備兵装類が含まれているんだ。中でも近年の日本政府が注力してきたものがスタンドオフミサイルと呼称している長距離ミサイルであり、これらの一部の国産化を加速させることで日本の防衛力全体の底上げを図るべく、予算の付与も継続されているみたい。そうした中心的な存在であるのが、現在は陸上自衛隊が配備を進めている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを現状の約 200km 弱とされる射程距離を5倍から7倍以上に延伸する目標が課せられているよ。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型ではこうした射程距離の大幅な延伸以外にも、航空機に搭載する形式の空発型や、艦艇に搭載する形式の艦発型へと発射母体を多重化する方針であり、運用形態の幅も広げることを期としているんだって。また南西諸島の島々に敵の上陸を許した場合に備えては、こうした当初防衛に特化させた高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種のミサイルを中核とした新しい防衛装備品の調達の方向が見て取れるな。こうした日本の防衛費の予算の中で、個別での規模の大きさ及び、期間的にも長い時間を必要としているのが出雲型護衛艦2隻の出雲と加賀の航空母艦化改修であり、2023年度予算の中にもその一部が組み込まれているよ。出雲型護衛艦についておさらいしておこうよ。そうだね。出雲型護衛艦は現在の海上自衛隊が保有する中で最大の大きさを誇る艦艇であり、基準排水量が1万9500トン、満載排水量が2万6000トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートルの艦隊を持っているんだ。これら出雲型護衛艦は1番艦である出雲が2015年、2番艦である加賀が2017年に就役を行っていたんだけど、当初は回転翼機を艦載機とするヘリコプター搭載型護衛艦海上自衛隊内の略称は DDH として建造されたんだって。海上自衛隊ではこの出雲型の前級として日向型護衛艦を日向と伊勢の2隻を、2009年及び2011年に就役されており、これらが海上自衛隊の艦艇として初の全通式の飛行艦艦を実現した艦艇だったんだ。日向型護衛艦についても教えて。日向型護衛艦は基準排水量1万3950トン、満載排水量1万9000トン、全長 197.0 メートル、全幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートルの大きさであり、出雲型に比べれば二回りは小さいと思われるが、果たした役割は大きかったよ。それは日向型護衛艦がそれまでの日本の社会的な風潮として、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行艦艦を持つ艦艇に対し、それを海上自衛隊が保有することを禁じるかのような不分率を打破して建造された点に集約されるんだ。これがベースとなり回転翼機の運用にも全通艦艦の有用性を示したことで、航空母艦は攻撃的兵器に該当する可能性があり、したがって海上自衛隊が保有するにはふさわしくないとの一部から批判を機能の高さで覆したと言えるね。しかし出雲型護衛してはいないんだけど、これまでを考えば1機およそ130億円ほどにはなるんだろうね。海上自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型を総数では42機調達することを現時点では計画しており、最初に同機が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊のニュータバル基地が候補地に挙げられているけど全機ではないと思うよ。出雲型護衛艦は水上戦闘艦としてもちろん海上自衛隊に所属しているんだけど、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊の所属となり、両隊が合同で運用を担うことで航空母艦としての出雲型が機能する形になるんだ。これはイギリスの最新鋭の航空母艦であるクイーンエリザベス級の2隻でも同様な運用形態であり、またアメリカでも海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型とする運用にも通ずるものがあるよ。
出雲型護衛艦の今後の航空母艦化のスケジュールは、まず出雲が今年2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されているみたい。一方の加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終えて、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられているよ。今年2022年からすれば出雲型護衛艦の航空母艦化は、少なくともあと5年ほどの期間を要するものと見られてはいるが、5年後の未来だと思えば今後ますます開発が加速するであろう無人航空機の普及も気になる部分ではあるな。ロシア・ウクライナ戦争でも注目を集めたトルコ製の無人航空機バイラクタル TB2 だけど、製造元のバイカル社はトルコ海軍の強襲揚陸艦向けの無人航空機の開発もすでに進めており、今後の実戦配備にも注視すべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。